皆様ご機嫌いかがでしょうか。音大卒の嵐ファンオカピでございます。今回のテーマは嵐二宮和也、彼の歌声はなぜ心に響くのか、そのテクニックと表現力を徹底分析でございます。私ですね、もう二宮和也さんの歌が大好きなんですね。生まれ持った美しい声と高い技術に裏打ちされた表現力、これまで何度も何度も二宮くんの歌声に感動をしてきました。ということでですね、今回は二宮和也歌声解体新書を作る、そんなつもりでですね、二宮くんの歌声や歌い方を徹底分析、おすすめの曲も取り上げながらその魅力の秘密に迫りたいなと思います。まず取り上げたいのが広い声域でございます。声域というのはですね、声を出せる高さの範囲のことでございます。二宮くんの声域はどれくらいあるのか、まずはですね、二宮くんのソロ曲の音域を図にまとめたので、ご覧いただければなと思います。だいたいですね、最低音、一番低い音から一番高い音まで2オクターブくらいの曲が多いんですね。とっても音域が広いですよね。二宮くんといえば高音というイメージもあるんですけれども、実は結構低い音域も歌っているということがわかるのではないでしょうか。さらにですね、サビだけで見ても音域が広いということや、ワンフレーズだけ取り出してみても音域が広いということも、二宮くんの特徴かなと思います。で、嵐5人の曲まで、調べてみますとですね、一番低い音が、涙の流れ星で聞けるファのシャープ、そして一番高い音が、街角の恋人たちで聞けるミの音かなと思います。なのでこうね、だいたい3オクターブ近い音域を歌うことができるということなんですね。めちゃくちゃ広いですよね。そんな広い聖域を堪能するおすすめの曲が、また今日と同じ明日が来るでございます。2016年のアルバム Are You Happy 収録のソロ曲ですね。ソロ曲の中で一番音域が広いのがこの曲、最低音から最高音まで約2オクターブ半もあります。でこれがですね、こう語りかけるような低音、そしてスコーンと抜けるハイトーン、高い音ね、さらには高い音と低い音を行ったり来たりするような展開まで、聞けてですね、そのどの歌声も魅力的すぎるんですね。こう声域が広いことで表現の幅も広くなっている、そんな名曲だと思います。次に取り上げたいのが声質でございます。もうとにかく二宮くんは声がいいんですよね。その声を言葉で表すのならば、シルクのリボンみたいなよく響く声、その声質はですね、密度が高くて艶やか、そして明度彩度が高め、つまり明るくて華やかな印象だなと、感じております。さらにですね、その声を体のどこに響かせているかに注目をしてみますとですね、こう頭の中には声を響かせることのできる空洞があるんですけれども、それをですね、こう喉の奥まで含めた頭の中にある空洞全体を使って、声を響かせている感じがします。そしてですね、上唇から鼻のあたり、そのあたりから声を前方の斜め上方向に飛ばしているようなイメージがあります。どういうことって感じかもしれないんですけど、つまりはよく響いて飛距離のある声だということでございます。そんないいお声を堪能するおすすめ曲がブレスレス、2013年のシングル曲でございますね。これのラスサビで聴けるソロフレーズなんですけれども、
ところね、これがですねとっても短いフレーズなんですがインパクト大、ですよね。二宮くんの密度が高くて飛距離のある声が際立っているなと思います。続いて注目したいのが息遣いでございます。私二宮くんの息遣いがもうたまらなく好きなんですけれども、こう歌声に息を混ぜてエアリーにしていたり、逆に声の密度を高くしていたり、さらにはフレーズを一息に歌う中で息のスピードに緩急をつけていることもあったりなんかして、二宮くんの歌の表現力の高さはこの息遣いにありだと思っております。役者二宮和也のセリフ回しにも通じる部分なんじゃないかなと思っております。でそんな息遣いのおすすめ曲がディアスノー、2010年のシングル曲でございますね。この曲のね落ちサビで聴けるソロパートに震えるんですよ。っていうところね、出だしのあなたが望むならっていうところはこう息を混ぜた儚げな歌声で歌っていて、それが好みを捧げようってところでこうさーに向けて息のスピードをこう速くしていく、ちょっと噛みつくような歌い方に変えて、で最後ね全て預けてで太めのエの母音にこうビブラートを聞かせてっていうような感じでですね、こう短いフレーズの中に、これだけ息遣いを変化させて色をつけていると、その表現力に脱帽でございます。さて二宮くんの歌い方には独特の癖もありますよね。私はその癖を二の節と呼んでいるんですけれども、例えばしゃくり、言葉の頭を下からしゃくるようにして歌う、こうフレーズ頭にですねニュアンスを加えている感じ、そして高い音を噛みつくように強く歌う、山形音形で一番高い音を噛みつくように強く歌うことがあると思います。もうその勢いがねたまんないんですよね。そしてビブラート、声を張っている時も、息を混ぜた声で歌っている時もめちゃくちゃ聞こえます。そして細かく揺れるチリメンビブラートであることが多いんじゃないかなと思います。そして太い響きのエの母音、これがですね急に出てくることが多いと思うんですけれども、その急に出てくる太い響きのエの母音がたまらない。そして特徴的なラリルレロの発音、ラもリもルもレに近い感じ、ちょっとキザっぽい感じって言いますかね、もうとにかくそれが絶妙なんですね。そんな二の節を堪能するならギミックゲームがおすすめでございます。2008年のアルバムドリームアライブの初回限定版に収録されているソロ曲でございますね。これ二の節全開でございましてですね、言いたいことがたくさんありすぎるのでサビの二の節を考察した図を見ていただきたいなと思います。こうビブラートとかはねわかるかなと思うんですけど、こう、例えば綺麗に見えるのみたいな感じ、ちょっと大げさにやりましたけど、このレとルのこう独特な発音だったり、あと汚れているかなのよっこうね、こういう山形の一番高い音を強く発音するだったり、そんな感じでですね本当にこの曲癖になるんですよね。二の節がぜひですね二のさん独特の歌い方、注目して聴いてほしい曲だなと思います。それでは最後に注目したいのが上ハモでございます。嵐の上ハモ担当といえば二宮くん、二宮くんが上ハモを歌っている曲がたくさんありますよね。でそもそもですねこう上ハモがあることによって生まれる効果というものにはですね、メロディーに厚みが生まれるということだったり、
フレーズを表情づける、色づけるといったことが挙げられると思うんですけれども、そこにですね、二のハモならでは、二宮くんがハモるからこその、特徴として、ハモった瞬間に和音がキラッとするということだったり、個性を消しても表現力が高いということが、あるんじゃないかなと思います。二宮くんのですね、明るく華やかで密度の高い声質によるものかなと思うんですけれども、そしてこうソロパート同様、息遣いによるね、表現力の高さもありますよね。こう二宮くんが上ハモを担当しているのは高い音域が得意という理由だけではないはずと思っております。そんな二宮くんの上ハモを堪能するのならば、マイルズアウェイがおすすめです。2016年のアルバム Are You Happy 収録でございますね。もうね、もうこの曲の二のハモが美しすぎる。さっき二の節って取り上げましたけれども、そういう癖を封印してですね、まっすぐな細い響きで歌われている二のハモ、主旋律を歌うメンバーの声にこれでもかと寄り添って溶け合っていると思います。またですね、こうハモリのパターンも豊富で魅力的でございます。ということで今回はですね、歌声や歌い方に注目して二宮くんの歌をめでてまいりました。で、これに加えてですね、二宮くんには自作曲だったり弾き語りというね、魅力もあるんですよね。それはまたの機会に取り上げたいなと思っております。でですね、今回取り上げました、二宮くんの魅力を堪能できる曲を集めたプレイリスト、そしてハモリをですね、堪能できる曲を集めたプレイリスト、そちらを Spotify の方で公開をしております。ぜひぜひ、聴いていただければなと思います。そしてですね、私これまでにも二宮くんの歌に関していろんな考察をしてきております。その動画のリンクも、概要欄に置いておりますので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。そしてこの動画への高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。コメントも待っております。ということで、また次回お会いしましょう。おかぴでした。